皆さんこんにちは、 AFG モータースポーツです。今年の秋冬モデルの発売の前にアイコンからミッドシーズンとしてヘルメットが3つ発売となりました。エアフォームが2つとエアフライトが1つ発表となりましたのでご紹介いたします。当店のチャンネルはアイコン製品の商品紹介を中心に配信しております。わからないことがございましたらお気軽にお問い合わせください。当店のチャンネル登録、高評価、そして通知のオンもぜひよろしくお願いいたします。こちらがエアフォームのオールドグローリーです。オールドグローリーは7月4日にアメリカの独立記念日を記念してアイコンがデザインして発表しました。ご覧の通りアメリカの国旗をモチーフにしているデザインとなっております。少しオールドなテイストがかかっておりまして非常にかっこよく仕上がっております。また蓄光を使っておりますので暗いところでも光ります。リアスポイラーはあらかじめブルーになっており、シールドはクリアとは別にブルーのシールドがもう1枚付属してきます。次にエアフォームのヒッピーディッピーです。アイコンといえばスカルのグラフィックなんですけれども、今回のスカルは光ります。ヒッピーディッピーの場合は光るとアイコンのロゴが浮かび上がってくる仕掛けになっております。こちらもリアスポイラーはパープルに変わっておりまして、シールドはクリアとは別にパープルのオプティクスシールドが付属してきます。もしアイコンのヘルメットでスカルをコレクションされている方、この活かしたスカルもぜひコレクションの一つに加えてください。そしてこちらがエアフライトのグゴイドブリッツです。最初ちょっとどうやって読むか悩んでしまったんですけれども、グゴイドブリッツと言います。もうエイリアンが襲ってくるというテーマ、昔からよく SF 映画でありますけれども、それをグラフィックにしております。そしてこちらも蓄光を使っておりますので暗いところで光るんですけれども、ヒッピーディッピー同様に光ると浮かび上がってくる部分と消える部分がございます。ぜひ暗いところで試していろいろ探してみてください。リアスポイラーはブルーがついておりまして、シールドはクリアとは別にフォースシールドのブルーがついてきます。見ると本当に細かいグラフィックが施されてますので、かぶるだけでなく観賞用としてもお楽しみいただけます。その他ご質問等ございましたらお気軽にお問い合わせください。店頭には試着用のヘルメットもございますのでお気軽にご来店ください。それでは、ライトセーフ、ワライコン。